アメリカ心臓協会はアメリカ合衆国で設立された非営利団体。心血管疾患や脳卒中で応う障害や死亡事故を減らすための一環として、心血管における医療資金を提供し、健康的な生活についての啓蒙活動を行い、心臓の治療がまっとうなものとなるよう奨励している。1924年にニューヨーク市で設立され、後に テクサス州ダラスに本部を設置した、国立による無症奉仕の衛生機関である、心血管疾患とその予防についての指針、救命措置の基礎、上級心臓救命措置、小児上級救命措置に関する企画を発表しており、2014年には女性の脳卒中の予防に関する指針を初めて発表した。 彼らは1970年代から公益事業を目立つ形で展開し、募金活動も行っている。1994年、業界雑誌、クロニクル・オブ・フィランスロピーは、アメリカ心臓協会について、アメリカで最もよく知られている、事前団体、非営利団体の順位で第5位であった、という調査結果を公表した。2018年、アメリカの経済雑誌、フォーブスは、 規模の大きい団体として、アメリカ心臓協会を22番目に紹介した。彼らは、ビルディング・ヘルシア・ライブズ・フリー・オブ・カーディオ・バスキュラー・ディジージス・ストロークを、使命としている。2018年、アメリカ心臓協会は使命を更新し、その標語は、ツービー、エイリレントレス・フォース・フォー、エイワールド・オブ・ロンガー、ヘルシア・ライブズであった。アメリカ心臓協会は、 小規模で人揃いの全身団体から生じた。最初の団体は1915年にニューヨーク市で設立された協会であった。この団体は心臓病の予防と救援を目的に設立され、心臓病を患っている患者が無事に職場復帰できるかどうかについて研究していた。1920年代にはボストン、フィラデルフィア、シカゴでも類似の組織が設立され、 発展していった。研究結果を共有し、世に普及させるための全国的な組織団体の必要性が認識され、1924年に、これらの先駆団体を代表する6人の心臓病専門医により、アメリカ心臓協会が設立された。1940年代までのアメリカ心臓協会は、組織としては小規模であったが、プロクターギャンブル社が、 広告会社を通す形で志願した事前団体の中から支援対象としてこの協会を選んだ。プロクターギャンブル社はラジオ番組トゥルース・オア・コンセクエンシーズから150万ドルを区面しアメリカ心臓協会の全国展開を可能にした。プロクターギャンブル社は免課を生産する際に出る廃棄物としての面実を動物性脂肪に代わる心臓に良い脂肪として売り出した。 また、プロクターギャンブル社は、クリスコと呼ばれる人の手で加工されたトランス脂肪酸の一種であるマーガリンを発明した会社でもあり、アメリカ心臓協会はこのマーガリンをバターよりも健康的であると褒めて宣伝した。部分的に水素添加された植物油から作られる人工的なトランス脂肪酸は人間の健康に害を及ぼすが天然のトランス脂肪酸である。 京薬リノール酸は、牧草を食べた牛の体から取れるもので、サプリメントの一種としても販売されるようになった。飽和脂肪酸とコレステロールの摂取制限に関する推奨事項は1950年代に行われた疫学研究からできたもので、飽和脂肪酸の摂取量については1日の摂取カロリーの10%未満に抑えるべきであると勧告した。 アメリカ心臓協会は1957年に公開した報告書には次の内容が含まれている。アテローム性動脈硬化症の発症においては、食事が重要な要因となるかもしれない食事に、含まれる脂肪の量とカロリーこそが、おそらくは重要因子である、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸の摂取比率こそが、基本的な決定要因であるかもしれない脂肪分以外でも、 食事療法とそれ以外の要素における様々な因子が重要となるかもしれない1961年にアメリカ心臓協会が発表した報告書においてはこれらの事項はさらに強化され彼らが定めた基本的な推奨事項となった適正体重を維持する体重減少に向けて適度な運動に励む飽和脂肪とコレステロールの摂取量を減らし 高不法和脂肪酸の摂取量を増やす、動脈効果が起こりやすい家族歴を持つ男性の場合、食事の改善に特に注意を払うべきである。食事療法を変える際には、医師による監督下で行うべきである。アメリカ心臓協会は、法和脂肪酸の摂取を減らし、不法和脂肪酸に置き換えれば心血管疾患を防げると主張しているが、 高不飽和脂肪酸の摂取量を増やして、飽和脂肪酸の摂取量を減らしても、心血管疾患の発症の危険は減らせないことが分かっている。2009年に行われた心臓病啓発活動にて、繊員の血圧を確認する様子1994年、業界雑誌、クロニクル・オブ・フィランスロピーは、事前団体や非営利団体の人気と信頼性に、 関する最大規模の調査を実施し、その調査結果を公表した。それによれば、アメリカ心臓協会は、12歳以上のアメリカ人の95%が、ラブライク、エーロットの項目を選択し、調査対象となった100以上の事前団体の中で、アメリカで最もよく知られている、事前団体、非営利団体の順位で、第5位になった。2003年、 アメリカ心臓病学会は、高血圧の予防、発見、判断及び治療に関するアメリカ合同委員会第7次報告書を発表した。2009年10月28日、アメリカ心臓協会とアメリカ広告協議会は、人工呼吸を行わない心肺蘇生法の公益事業についての公共広告を始める趣旨のウェブサイトを開設した。 2009年11月30日、アメリカ心臓協会は、b e t h e Beat と名付けた、心停止についての新たな宣伝活動を発表した。12歳から15歳の子供たちに、心肺蘇生法の基礎と、児童体外式除細動機の使用法について、楽しく学ぶ方法を教えることが目的である、とした。2004年、アメリカ心臓協会は、女性を対象とした、宣伝活動、 オーレットフォーウィメンを開始し、女性の健康における危険要因と行動に関する情報を提供している。地方であれ、全国規模であれ、宣伝活動で得た収益は、女性の意識向上、研究、教育、地域計画への支援に使われている。会員議員、マーサロビーと面会するアメリカ心臓協会の代表2012年、アメリカ心臓協会は、 心肺蘇生法のやり方についてより多くの人々に知ってもらうための宣伝活動を実施した。ニューヨーク市で始まったこの活動では、女優のジェニファー・クーリッチがアメリカ心臓協会の代表を務めた。2013年、アメリカ心臓協会は、肥満を疾患と認め、減量による治療を推進する内容の共同指針を発表した。2014年、 アメリカ心臓協会は女性向けの脳卒中予防の指針を初めて発表した。2015年、アメリカ心臓協会は、タバコとニコチンの販売年齢を18歳から21歳に引き上げるべきだとの趣旨を地方、州、アメリカ連邦政府に要請する活動、タバコ21に対して公式の指示を表明した。2018年、アメリカ心臓協会と アメリカ心臓病学会は心臓発作や脳卒中を減らす方法として臨床医に向けたコレステロールの制御に関する新たな指針を発表した。この指針には医療従事者が患者がスタチンの効果を得られるのか、それとも生活習慣の改善のみに注力すべきなのかを判断するのが困難である場合、冠動脈切開化指数の使用を推奨する内容が新たに盛り込まれている。 コレステロールについての指針は2013年に更新された。2009年以来、アメリカ心臓協会の最高経営責任者を務めているのはランス・イー・ブラウンである。医学博士のアイボール・ベンジャミンは2018年度と2019年度に無償で理事長を務めた。ジェームス・ポストルは2019年6月30日に2年間の人気満了を迎えるとともに無償で 理事長を務めている。2020年2月、スーパーマーケット会社、クローガーの会長兼最高経営責任者、ロドニー・マクマレンは、アメリカ心臓協会最高経営責任者の、円卓会議の出席者の一人に任命された。アメリカ心臓協会は、低脂肪食の推奨や、支払いへの見返りとして、佐藤の含有量が多い加工穀類食品を、 承認するハートチェックプログラムを行っていたのを理由に批判された。また彼らはナトリウムの性質についても間違った情報を流した。アメリカ心臓協会が公式に述べているようにナトリウムの摂取は血圧には何ら影響を与えることはなく過剰に摂取した分は体外に排泄される。ナトリウムの摂取量は栄養がほとんどない。 病気につながりやすい食事と相関関係にあり、交絡変数となる。2014年5月23日、アメリカ心臓協会は、我々は、科学的研究で得られた証拠を検証し、その証拠によって、人々が健康になり、心臓病や脳卒中の予防に役立つ助言を伝えて、いますと発表した。2013年末には、コレステロールの濃度を低下させる作用を持つスタチンの、 服用の促進に関しても批判を受けた。アメリカ心臓協会は製薬会社から多額の資金を受け取っており、その製薬会社の利益のためにスタチンの効果を誇張し、スタチンを摂取した際の副作用については大したことはないと見せかけることでこの薬の売り上げを伸ばした。アメリカ心臓協会が公表したスタチンについての研究の一部は、 製薬会社と密接に関わっている科学者が実施したものであった。以下はアメリカ心臓協会が発行している雑誌である。ありがとうございます。